壁面飾り用の彼岸花をもっと簡単に作れるように改良してみました。まず四つ切り画用紙を8分の1に切ったものを細長く半分に折ります。折り目ではない方から細かく切り込みを入れていきます。シュレッダーバサミを使っていますが、普通のハサミでも構いません。切り込み4つ分ごとに切り離します。開いたら端をカールさせます。ハサミと人差し指で挟んで内側に曲げ、引っ張るようにすると簡単にカールさせることができます。鉛筆などに巻きつけても構いません。1枚は両方とも内側にカールさせ、もう1枚は左右反対にカールします。横から見ると S 字になります。 S 字の真ん中に糊をつけ、 V 字に折ったら内側にカールさせた方の真ん中に貼り付けます。これで画用紙のパーツができます。お花紙を半分に裂き、手前を親指で押さえ、手繰り寄せるように蛇腹折りにします。この方法でなくても蛇腹折りになれば何でも構いません。真ん中で切ったらさらに半分に折り、ハサミで切り込みを入れます。シュレッダーバサミはお花紙が開きにくくなるので使いません。切り込みを入れた部分をくしゃくしゃに揉んでから開きます。一つを V 字に折り、もう一つに貼り付けます。これを先ほど作っておいた画用紙のパーツに貼り付けます。そしてお花紙の切り込みを開いて形を整えます。これで花が一つできました。同じようにしてたくさん作ります。白い花も作りましょう。台紙にする青い画用紙に白い雲を描いておきます。ふわふわと少しずつ描いていくと雲っぽくなります。花は一番上から貼っていきます。茎を描いてから次の花を貼る、これを繰り返します。最後に下草を描いて出来上がりです。再生リストに今までご紹介した作り方をまとめていますので、飾る場所や作りやすい方法を選んで作ってみてください。